金子貴俊チャンネル。はい、どうも、タカパパでございます。いつも金子たし、もう一回行こう。いいよ、テイク2。はい、どうも、タカパパでございます。いつも金子貴俊チャンネルをご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。さあ、今日はですね、卵かけのアレンジ料理をいくつか紹介していきたいと思います。そして、チャンネル登録がまだという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは調理していきたいと思います。金子貴俊チャンネル。玉ねぎから切っていきます。よし、でベーコンは、まあ、食べやすい大きさですね。OK。使うソースを、まあ、ここで最初に混ぜておきます。これ牛乳ですね。牛乳、あ、回ってなかった、こっち。あ、こっち回してなかった。どうしよう。一回戻そう。あ、もう今日ちょっとテンパってる。ちょっと、ダメだな。やっぱ、菊くん萌えくん見すぎたな。一人でやるのには。これテイク2なんで、さっき一回牛乳入れたの戻しました。牛乳。牛乳ですね。牛乳。そして、生クリーム。よし、でそこにタルミジャーノレジャーノー、よし、削っていきます。これね、まあお好みだとは思うんですけど、まあ、やっぱたくさん入ってた方が美味しいですよね。あ、うー、美味しそう。あ、もうこのチーズが美味しそう。よし、 OK、 このぐらいでいいですね。さあ、これをフライパンで炒めていきましょう。まずオリーブオイルね、入れますよ。よし、たっぷり入れて、もうちょっと入れようかな。よし、そしたら冷たい間にまだ油がね、ニンニク入れます。で、じっくりと香りをオリーブオイルに移していきます。さあ、その間に同時にパスタも茹でていきましょう。パスタはないまましまっちゃった。よいしょ。あ、これ5分なんだ。あ、1.4 だ。こっちは1.6。待って、3分。めっちゃ早いね。やばい、やばい、いろいろやばい、いろいろやばい、もう、いろいろ、いろいろ、これも開けちゃったし、もう、ママ、ほんとごめん。ちょっともう、いっぱいいっぱい。はいはいはい。よし、ちょっと待って。よいしょ。よし、さあ香りが出てきましたら、はい、ベーコン、
ベーコン入れてこんがり焼いていきますよ。よし、よし、はい、よし、よし、取って。さあ、ここから時間の勝負だな。さあ、ベーコンにも火が通りました。よし、玉ねぎ、さあ、玉ねぎがしんなりしてくるまで炒めていきます。さあ、その間にこれな、パスタ今日3分だからな、ちょっと怖いな。2分ぐらいで、すごい。よし、そうしましたら、よし、よししか言ってない。ある程度具材に火が通ってきたところで、今日3分なんであっという間にねできるんで、パスタ茹でていきます。よし、塩入れていくか。塩少々、少々、よし、で、胡椒、よし、よし、しんなりしてきたところで、まあ、パスタも見つつ残り、あ、スタートしてなかった、やばい、噛んでいくしかない。よし、やばい、タイムストップウォッチが動いてなかった。はい、ソース入れていきます。よし、OK、 煮詰めて30秒、ちょっとこっちも取っとこうか。よし、さあ、パスタの方はどうかな、いいんじゃないですか。ちょっとアルデンテのところから。よし、よし、よし、 OK、 もう馴染んだら、よし、これでパスタ完成、盛り付けていきます。さあ、続いてはですね、〇〇が香る卵かけきのこリゾットを作りたいと思います。まずはね、オリーブオイルフライパンに引いてきます。はい、引いて、でね、もう私ニンニクが大好きなんでね、ニンニクを入れます。まあ、この辺はもうね、パスタとか作るときは一緒ですね。パスタとかイタリアン系のね。よし、はい、そうしましたら火にかけていきます。ちょっと卵かけご飯とカルボナーラはちょっと
おいいねと思ってくださいましたかね。いいねって思った方はぜひいいねボタン押してください。並びにコメントなども本当にお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。よし、じゃあ炒めていきますよ。ある程度ねニンニクの香りが出てきたら、うん、はい、出てきましたら、まず玉ねぎ、玉ねぎと全部入れちゃうか。よいしょ。マッシュルームと舞茸ですね。よし、これ舞茸はこういうご時世なんで、頻繁に買い物ね行かないようにしてるんですけど、冷凍にうちの妻がですね保存してたものを使ってます。これキノコは冷凍保存しとくことで栄養がねアップするらしいんですよ。そうやってね、備蓄しながらも美味しくいただく技なんていうのもねいいですよね。よし、だいぶ火が通ってきたかな。よいしょ。ただあらかじめ牛乳に顆粒だし、コンソメですね、コンソメ入れておきます。よいしょ。はい、したらここにご飯入れます。ご飯入れて、でここに、はい、牛乳と顆粒だしで、なじませます。でここにパルミジャーノ・レッジャーノ入れますよ。よし、よし、これでいいかな。よし、でなじませて、ちょっとねボテッとね水分飛んでねっとりしてきたら完成です。よーし、いいかな。 OK、うん、で仕上げに黒胡椒。よし、これで盛り付けたら完成です。それではふわふわ卵かけカルボナーラいただきたいと思います。まずね卵をね、いやー、よーし、これでねふんわり、おー、おいしそう。いただきます。絶品。やっぱ後乗せの黄身のおかげでね、濃厚な卵の感じも残ってますし、鶏ガラ入ってるんでよりうまみが強くなるんですよ。わー、でね、またこのふわっとした食感がねパスタにね馴染んで美味しいんですよ。うん、うーん、美味しい。これならよくダマになる悩みもね解決できますし、
白身も無駄にならない。いやこれは最高ですよ。ちょっとママ食べてみる？うん、いいの？いいよ。さあ、どうでしょうか。おいしい。おいしいでしょ、うん、やっぱ違う？ふんわりしてると、うん、おいしい。あのねしっかりカルボナーラなんだけどね、ふわふわなの。これちょっと新食感でしょ、カルボナーラでも。うん、ぜひね皆さん、このふんわり卵かけカルボナーラぜひお試しください。さあ続いてもう一品いってみたいと思います。さあそれでは丸々が香る卵かけきのこリゾットいただきたいと思うんですけれども、何を香るのか、こちらでございます。トリュフオイル、これをねかけることでものすごく高価なね、なんか品のある高い味になるんですよ。これスーパーとかでもね、あの場所によって売ってますんで。よし、じゃあこれかけますよ。さあかけたところで卵を崩していただきます。うーん、よし、これでね、うーおいしそう。いただきます。うん、マッシュルームもマイタケも美味しいんですよ。でもそこにトリュフが本当に入ってるかのようなね。うわ、これもうイタリアンレストランで食べる味ですよ。うん、あ、うま、あ、美味しい。これ感覚的になんかこうとろけるこの親子丼のようなね感覚ですよね、いただいてて。うん、これはたまんねえちゃー出ました。たまんねえちゃー、ほとんどの方が知らないかな。一応私イッテQにねたまに出てまして、姉ちゃん金子の時にこんなこと言うんですけどね。うわ美味しい。ママこれほんと美味しいよ。うん、ほんとたまん姉ちゃん、ちょっと食べてみる。うん、食べたい。いただきます。たまん姉ちゃん今すごい僕の顔確認したね。え、言わなきゃいけないのみたいなね。もう私がちょっと圧をかけてもらうのね。ありがとうございます。で美味しいでしょ。うん、美味しい。でもちょっとお店の味っぽくない？そう、ほんと家の味じゃないね。はい、トリュフオイルのおかげパパのおかげ。いやいや、とんでもないです。いや、美味しい。うん。